ドラマビズヘッドハンターにはテレビ東京の経済報道番組を代表するこの方々にご出演いただくことになりました。主演を務めるのは江口洋介さん、そして出演者の小池栄子さん、杉本哲太さんです。転職を考えているというか、もう人生の選択を迫られている人の、ある種、生き方を後押しするという、非常に面白い世界で、見る人の共感もかなり呼ぶんじゃないかと思いますし、新しいものをこう生んでいく楽しさというかですね、ここからスタートする楽しさを、これからなんか作っていけたらいいなと思って、すごく期待しています。今働いている人にはもちろんエールを与えることもできますし、これから若い子たちがこのドラマ見て、働くとは何だとか、仕事って楽しいなとか、仕事ってこんな側面もあるんだって、でもやっぱ働かなければいけないわけでっていう、でも決してこの後ろ向きじゃなくて前向きに捉えられるようなドラマになるような気はします。はい、自分50代なんで、50代の方は、50代それから40代の方にも、60代の方にも見ていただきたいです。10代20代の方にも、全ての方に見ていただきたい。ありがとうございます。全ての方に、はい、皆さんに見ていただきたいと。ありがとうございます。一言で済む話ですよね。皆さんに見ていただきたい。僕が演じるヘッドハンター黒沢が企業の依頼で人材をスカウトし、そこに生まれる人々の葛藤や決断を描きます。仕事とは何か、生きるとは何かを問いかけるビジネスエンターテインメント、ドラマビズヘッドハンターは4月スタートです。ぜひご覧ください。